皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。味噌汁チャンネルの石川理恵です。本日もご視聴ありがとうございます。さあ今日はジャンプチヒーローズジャンプチの実況をしていきたいと思います。なんと今日はツイッチにて公開収録を行っております。イエーイ。まあ深夜今おおよそ4時になりそうなので、ちょっとね業界の朝、ジャンプチの朝を迎えようとしているところなんですが、なかなかね見にくい時間かと思うんですが、来てくださった方ありがとうございます。コメントいただくとここにねコメントが流れるようなシステムになってるので、みんなと一緒に弾いていきたいと思います。さあ今日はですね、先日から始まったブラッククローバー大特集祭、こちらで新キャラが登場しているので狙ってガチャを引いていきたいと思います。まずはお知らせから見ていきましょう。さあ今回登場する新キャラクターたちはですね、まずは記念キャラとしてアスタ&ユノ、そしてフエゴレオンバーミリオンとノゼルシルバーが新登場でございます。で今回はなんとガチャが特別仕様になっておりまして、同じガチャの中からこの新キャラたちが全員登場するそうです。いつもはピックアップのねガチャ筐体がバラバラだったので、記念でいっぱい引きすぎると、まあ、通常の新キャラたちは引くの諦めちゃうことがよくあったんですが、なんと今回は一緒になっているということで、ありがとう梅さん、いい仕様だよ。そして今回はなんと3回目で新登場星5キャラ1体確定、かつ9回目のガチャで、いつもは記念ユニットが確定なんですが、今回は新登場キャラ選べるチケットが手に入りまして、こちらの選べるキャラの対象が記念キャラ、そして新キャラの2人、この3人からですね選べるチケットになっています。めちゃくちゃいいガチャ形態じゃないですか。これからもぜひこうしてください、お願いします。それでは早速引いていきましょう。それでは10連目いきます。私ねジャンプチは神引きをしたことが指してないというのがね常なんですけれど、ドゥッドゥドゥッドゥーン、ビビン、どうですか、いけー。あ、虹がある、どうでござるか。はい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 、そろそろだよ。ねえ、いつも記念引いてる時に新キャラ出ることないからさ、もう全然嬉しいとかなかったんだけどさ、あー、いい仕様だよ、すごいいい仕様だよね、めちゃくちゃいい仕様なんですけど、神、もうこれから一生ずっとこの仕様でいい、ありがとうございます。フエコレオンバービリオン手に入れることができました、嬉しい。ってことは最後まで引いたら一旦全部手に入れる可能性ありじゃない。ちょっとなんか前髪が、なんか前髪ぐちゃぐちゃになっちゃった。いきます、20連目、ありがとうございます。皆様もパチパチと言ってくれてありがとうございます。いきます、 RCRC、 おお、ね、こんな長いかな、どっちか頼むよ。これ消化試合よ、もう太鼓の達人やってるから私は。30連目、これで確定ですよ1体。だからノゼルシルバーが出たら全角よ、これで9まで引けばここで出したい、確定だから新キャラ頼む。ちょっとやっとく、濃い感じしとく、ほら、あ、分かった、ここで三つ編みしてこうじゃない、あ、三つ編みしたら届かない、こうやっとく、どう、意識したよ、頼む。おい、ふざけ、まあまあまあスキルレベルが上がりますからね。あー、髪が乱れました、くそー、悲しい、ネク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 、悲しみの、いきます。そういえばマスカラつけるの忘れてた私、どうでもいいけど、いきます。40連目、大きな栗の木の下で、あなたと私仲良く、
だ参る、まだ参るよ、これあれだから第1話でデビルバットダイブ電車乗るときのやつ、くいいんだけどね。50年目消化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 なんで。次いきます。60年目ねえ、私が一体で、あ、これ確定短く頼む、ねえ、信じられない。てか SE 大きくない？大丈夫みんな。今更だけど。聞きます。無理じゃん。全キャラ無理じゃん。金。からの？もうないやって。そうなってしまうともうのおちゃんなんだって。はい、80連目、80連目、はい、なかったことになりました。ありがとうございます。ラスト、ここで虹が2個引ける可能性を捨てきってないよ。私は最近虹2個見てないから捨てきってないよ。私はね、虹が2個ある可能性捨てきってないよ。いいか、2個新キャラ来い。いや、この虹って確定じゃないよね。っていうかこの虹確定じゃないよ。選べるはボックスに来るから、どっちか、どっちでもいい。新キャラどっちか、どっちか持ってない方、どっちでもいいよ。最後お願い、お願い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 、髪引きさせて、私に髪引きさせて、お願い。ということで、無事引くことができました。選びたいと思います。私は、ユノ&アスタを選ばせていただきます。ありがとうございました。さあ、ということで引いてまいりました、ブラッククローバー大特集祭ガチャ。アボロイン、ありがとうございます。さあ、楽しんでいただけましたでしょうか。そしてツイッチではですね、公開収録を行っています。皆さん楽しかったですか。うわーうわー、こんな深夜4時12分ありがとうね。本当に面白かったよって方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。そしてこれからもですね、 Twitch にてこうやってね、 YouTube の動画の公開収録をしたり、他のゲームで遊んだり、ただただ雑談をしたり、いろんな配信をしていきたいと思います。 YouTube より頻度も高いし、いろんなだらけた生活をお届けしていくと思うので、よかったら概要欄から Twitch の方のフォローもよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバーイ。